体な方々のおいでだね。そうだな、あれの準備をしておく。驚いたかい？君を一夜城に招待するよ。子供は地面から入れるだと？なんと名誉な。君にこの城が落とせるとは思えないけどな。ここまで厳しくなるとは予想外だね。支援砲火を開始する。目標敵先陣部隊てこれがこの城の突然砲火ヤクモだ。君の身をもってして威力を試してみるかい？あの砲台を放置すれば全滅の恐れあり。特に砲台を奪えば王妃は我らのものだ。大丈夫だ。落ち着いた相手の思うつぼだ。お前よ、わしに勝利を支えてみせの信頼か。無条件の信頼を受けるそれがこの城の主竹中安兵衛様よ。大大悪王、ただいまより我が軍が占領いたす。慌てず騒がず、君たちにできることをやるんだ。これより援護射撃に入る。援護砲火を開始。やばいな、奪われたってどうやっただ。おかしいな、そんなはずはないのだけれど。
できるはずだ。おしょうだ、攻め落とす。You're so mad.
無理か。さて、どう出ようかな。半兵衛様、すごいんだぞ。ちょっと怖いけど。待つのは嫌いなんだ。早く決めてくれないか。豊臣に従うか、それともここで朽ち果てるか。一刻も早く男が滅するこをお勧めするよ。怒りに任せて暴れてみるかい。勝機が生まれるかもしれないよ。終わりだ。残念だよ。君と僕は分かり合えない